け入れてみたらどうかなってね。どうかな、はい、ね、キクラゲとか入れても美味しいと思うよ。あ、キクラゲももやね、キノコとかね、はい、好きなの入れてみな。よし、じゃあできました。はい、ここから次はどうしましょうか。はい、それではスープ作り、はい、いきますか。次いきますか、スープ作り。ラーメンの命ですね、はい、そうですね、やっぱラーメンはですね、はい、いろんなスープの作り方があるんですけど、はい、最初にね、だしを作って作るやり方もあるんですけど、はい、今回は1本で全部作っちゃいたいと思います。はい、これのフライパンに、はい、ごま油、はい、大さじ2ぐらい、大さじ2、はい、はい、煮ました、入れました。はい、はい、あ、これね、とお砂糖、はい、小さじ1、小さじね、小さじ、はい、出ました、いいですね、小さじ1ぐらい、はい、あとお酒、はい、あ、違う、あ、まあいい、違う、あ、そう、あ、違う、違う、あ、違うわ、違うか、あ、違う、お酒、あ、そう、合ってる、合ってる、お酒を、あ、お酒を、小さじ2、はい、小さじ2、はい、出ました。豆板醤、はい、小さじ1、豆板醤小さじ1、豆板醤も味噌ですからね。あ、そうなの、そう、知らんこと、知らんけど、何の話しようか味噌みたいなもんじゃなかったっけ、ま、辛味噌みたいな、あ、そうなんだ、うん、はい、じゃあ豆板醤入れました、味噌ですからね、で、うん、黒胡椒、はい、まあ、適量、はい、黒胡椒適量ね、うん、はい、と、あとはニンニクチューブと生姜チューブ、はい、ちょっとずつ、ちょっとずつ、うん、と生姜チューブをちょっとずつ、ちょっと、はい、はい、だいたい3センチぐらいずつ入れました、入れて、はい、ひき肉を炒めるということで、はい、ここにぶち込んじゃっていいですか、ね、いいと思いますよ、わかりました。これらね、熱した後に入れる人もいると思うんですけど、これちなみにひき肉何グラム、ひき肉は150、もう200グラムあるんですけど、200グラム入れちゃいました、入れちゃいましょう、はい、入れちゃいましょう、肉なんて何本あってもいいですから、そうなんですよね、炒めます、炒めましょう、いい匂い、いいね、結構なんか最初にソースみたいなの作っといて、うん、後からスープを入れるみたいなのが割とラーメン屋さんは一般的かな、まあ、今回ね、撮影時間の都合上ね、うん、お手軽メニューでやってますけれども、そう、うん、別にみんなが望むなら10時間撮影してもいいんだぜ、そう、うん、みんなどしどしリクエストもお待ちしてますこれ好きでしょ、プスさん、うん、大好き、うん、はい、プスさん、このぐらいでどうでしょうか、はい、お、素晴らしい、はい、いい色じゃないでしょうか、はい、匂いも香ばしい香りがプンプンしてます、はい、で、一旦その間にちょっとゆで卵をおろしてあげましょうか、いいね、いいね、ゆで卵を冷水に入れて冷まします、はい、じゃあこれゆで卵ね、ちょっと水にさらしておきます、ネギ、人参を一緒に1分ぐらい炒めると、はい、わかりました、そう、で、人参の太さによっては少し長めに炒めても良いと、ネギさ、どっちかさ、うん、上に乗せるようにするしようよ、あ、じゃあこっちの白髪ネギを乗せる、乗せる、乗せる、わかった、じゃあこれ入れちゃうね、はい、人参入れました、で、こっちのネギもはい入れます、素晴らしい、はい、これはトッピング用に取っときました、はい、で、こちら側を炒めていくと、もやしどっちにしよっか、どうする、あ、コクがありますって、黒豆、よっしゃ、黒豆にしよう、コクがある方にしよう、オッケー、もやしでコクって俺感じたことないけど、感じたことない、確かに、どういうのがコクに当たるんだろうね、ね、適量ですか、うん、好きなほど、オッケー、食べたいよ入れるよ、食べたいよ入れちゃってください、で、俺ジローとかの野菜超入ってるやつ大好きだから、大好きよ、わかる、うん、ラーメンのさ、野菜入ってるのいいよな、行っちゃうか、よし、行っちゃう、もやしなんて何本あってもいいですから、いや、あとね、これね、俺らがどんだけ料理で失敗しようが、うん、絶対にスタミより失敗することないから下振れない、そうそうそう、もうこの時点でいい料理してるもんだって、そう、配信会の最大の下振りをあいつがやってるから、そう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 、大丈夫だよね、安心だよ、はい、じゃあこれできました、ボスさん、そこに、はい、水 500ml、はい、
ありなくね。それってさ、何ミリリットルの水？これ500ミリリットル。で、さっきすでに100、200使った。あ、あったあったあった。水。ありました。今スタッフさんがさらに持ってきてくれました。え？ 500 あんだけど。え？ 100 増えた。え？これ。天然水って何本ですか？50です。あ、50使ったのか。たぶん、いや、わかんない。え、けど、いや、これ明らかに580ぐらいあったぞ。ちょっと多めに入ってんだね。嬉しいね。あ、ちゃんとしてるわやっぱ。これ余った水ですか。もうこれお水使わないのかな。うん、はい、まあ、あと鶏ガラスープを小さじ2、うん、鶏ガラスープ小さじ2、小さじ2、はい、はい、小さじ2ぐらい、はい、ちょっと大さじぐらいいったかも。で、はい、沸騰したら、沸騰しました。お早い。沸騰したら味噌を大さじ2、はい、大さじ2、はい、ね、さっきまで大さじ目分量だったのに急にね、ここで登場するスプーンで、うん、をしていました。何だったんだっていうね、さっきまでの目分量は。そう思う視聴者もいるでしょう。それでも料理が作れるんだぜと。そうなんですよ。そうそうそう、勇気を与えたいよね、やっぱり、うん、俺は料理作ったことねえんだよみたいな人でも。そうそうそう、家に何もないんだよって。そうそうそう、割り箸しかないんだよ俺んちはって。集めるのめんどくせえよって人でも意外と作れちゃうっていうの。そう、でこれは大さじ2だね。1、2と、2と、はい、まあこれは味はね、あのラーメンはね、味が濃い方が好き、薄い方が好きみたいなのもあると思うので、はい、まあ適宜調整して、はい、調整してくださいね。はい、ということで、はい、完成と。じゃあ一回火を止めておきます。はい、で、そうこうしてるうちに先ほど冷やしてたゆで卵が、ゆで卵が完全に冷え切ってるんで、でこれに、醤油と味噌、だ醤油と酒とかかな。醤油あるかな。醤油ないね、そういえばね。まあ、いっか。うん、いいね、うん、生卵ということで。生卵、ゆで卵ということで。ゆで卵、はい、まあ最近あるからね、そういうのつけてるやつ。全然ある、全然ありますから。あとこの麺を切って、切って混ぜて茹でたら終わり。はい、わかりました。ニラはいつ入れるの。あ、今あるかな。今です。今だった。今すぐ火通りますからね、食べる、うん、ここで1分前ぐらいでいいと思いますよ。だった場合早いけど大丈夫これ。まあまあいいでしょう、いいでしょう。よし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 、いいでしょう。はい、まあ一応こう余熱でね、火通します、うん、じゃあ今回は火かけずに。はい、ということで、はい、できましたが、麺ですか。麺です。麺になりましたか、ついに。これが一番大事になる、うん、大本命。うん、そうしてるうちに1時間経った、この麺も。まあ1時間ぐらい経ったんじゃない、マジで。うん、経ったと思う。2時間経ちました。1時間ぐらい経ちました。まあ1時間ぐらい経ちました。はい、経ちました、なんと。1時間ぐらい待ちましたね。はい。はい。非常に長かったですね。いや、良かったです。で、はい、これはですね、打ち粉をして、はい、コーンスターチ。コーンスターチ。違う打ち粉。はい。そうなんです。適度。適度。適度を。打ち粉の適度なんて分かんないぞ、まあまあいいか。まあ、なんか、まあ、うん。このぐらいかな。うん。まとわりつくぐらいじゃないかな。うん、はい、とりあえず一旦打ち粉はいけました。はい、はい、これで天気の思うがままの麺を作りましょう。これさ、麺ってどうやって四角伸ばすんだろう。わ、確かにね。でも割とさ、なんか平行四辺形じゃない。確かに。これで全然まな板の大きさ足りねえな。これ難しいな。難しいね。はぁ、3ミリってこんなもんぷさん。どう、もうちょい。プレラはね、正直ね、うん、太麺が好きなんでね。じゃあこれでいこっか。もういいと思います。よし、じゃあこれを3等分と。はい、はい、3等分したら、はい、こうだよね。そう、これさ、重ねて。めっちゃここいいのかな。こういうもん、もうちょっとこっち頑張った方がいい、これ。こう、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 いいじゃん、いいじゃん。ここ、どうなの、こういうもん。これで食べやすい大きさに切るとのことだよ。オッケー。うん、ちょっとこれ、半分に、うん、切るから。あ、そうだ、そう、物産パートと、うん、天気パートでいこう。はい、ということで、はい、麺を切る作業を、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、だから半分に切って、プッサン、ケンキでとりあえず分けちゃうね。はい、作っていきたいと思います。はい、はい、じゃあプッサンにこれ贈呈します。はい、ありがとうございます。
グリルこちらで切りたいと思います。はい、こんなもんかな。けどね、味噌ラーメンでしょ。味噌、味噌ってなんか ちぢれ麺みたいなイメージはあるね。そうだよね、多分ちぢれ麺切った後に多分うちこでジャラジャってやるんだよね。もみもみ、あ、でもいいんじゃない。こんなもんかな。あ、いい太さからめっちゃ細いかも。確かに、だんだんね、麺がね、左側に寄ってくんだよ、どんどん。そうか、残ったやつらが。うん、こう、うんってなってく。頑張って。うん、当たりということで。うん、はい、当たり、はい。当たり引くと嬉しいよね、これ。はい。こんな感じでできました。綺麗、ゆうちゃん。はい。これを、こう、こう、多分揉むんだよね、多分。うん、イメージでやってみて。オッケー。うん。こっからも、表現力だもんね。表現力。オッケー、オッケー。まあ、とりあえずちょっと一旦麺を分離させて、はいはい、いい感じで。おけど、マジで麺じゃん。おお、めっちゃ麺だわ。めっちゃ麺じゃない、これ。おお、すごいね、これ。すごいすごい、マジで麺だわ。もむっててこれしかないけど、うどんみてえだな。オッケー、じゃあいいですね。キンキ麺できました。キンキ麺、はい、こちらになります。こちら、はい、はい、ありがとう。はい、ではプルルも、プルル麺はちょっと、はい、作ります。はい、はい、OK です。じゃ、これ完成で、これをこれプッサンはこれをぐちゃぐちゃってやる。ぐちゃぐちゃってやる。うん、はい、ということでプッサンの完成品がこちらです。はい、こちらプルル作、はい、ね、ちょっとね、うちこは後からしたんで、ね、若干プッサンの方が粉っぽいんですけど、基本的にこれはあの変わらないものになります、はい、ね、うん、なんか似てんね。こちらが近畿のもの、はい、また適当にこう2、3本パッと取って、こんな感じで若干ぶっさの方が太いのかな、少しだけ。ちょっと太めに。ね、二郎麺みたいな調理だ。ポイントとしてはやっぱりなんかちょっと太めに。はい、太めに。やっぱ横がいっちゃいましたね。うん、細くなっちゃったらどうしようか。縮れ具合もね、結構ぶっさの方が念入りに縮ってたんで。縮れ麺に。うん、綺麗に縮れてます。はい。はい。これを今から茹でていくってことですね。はい、これを茹でて、これをでっかい鍋で茹でていきたいと思います。はい。ブッサン、これついに行きましたよ。ラーメン屋の、これ本当のラーメン屋のチャーシューを自分の好きなサイズにカットして切る、食うことができる権利。見てください、このボディ。このボディやな、ボディ素晴らしい。これ輝いてる。もうこれ俺の顔とかも比較して、これこんな感じだよね。もう元気じゃん。じゃあ元気ですね。これを今から切っていくわけですよ、ブッサン。すげー、めっちゃかっこいいね。かっこいい、もうね、おい、まずここ端は贅沢落としちゃいましょう。うわー、うん、落としちゃう。これ落としてどうするか。はい、こうして、お、さあ食べましょう、これ。あ、いいの。うん、はい、どうぞ。ありがとう。え、じゃあこちらいただきたいと思います、うん、はい、いただきます。うまっ。うん、うん、うまいね。おいしい。うん、おい、めっちゃおいしい。めちゃくちゃうまいね。うん、さあこれ何枚いきますよ。せっかくこんな塊で持ってきてくれたなら、うん、4いく。あ、4。オッケー、じゃあ、ふっさん、厚さ決めて。もっといく？このぐらい？もっといく？超薄めがいいやん。超薄め、うん、このぐらい、うん、このままでいい？うん、オッケー、いくよ。お、いい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 。はい、マッチ。2、うわー、3、4と、うわー、いいじゃん。いいんですか、こんなに贅沢な。ねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらね。めっちゃ綺麗。じゃあせっかくなんで、ちょっと厚めでいこうかな。もういいじゃん。もういくれ。よし、じゃあこれ厚めを、これちょっと俺2枚で。おー、いっちゃうかな、これを。いいですね。こんな感じで。うわー、でっかい。もうちょっと俺研究用のが、この厚め2枚でいきます。厚め2枚、はい、いいね。これでいきたいと思います、はい、で、水がね、多すぎて全然茹でて、まあ、ちょい待ちます。これぐらいちょっと待ちです。はい、はい、待ち。はい、じゃあ研究の質問コーナーやっていきましょうか。はい、はい、研究の質問コーナーよ。研究はなぜ1月中なのに半袖なの。はい、お答えしましょう。はい、はい、私ね、先ほどまでね、配信をしてました。はい、はい、で、よく見たらもう家を出る時間になってました。うん、これはまずいと、遅刻してしまう。まずいと思ってすぐに車に乗り込んで到着したところ、なんとプッサンいませんでした。バラすなよ、これで紹介したの。
ありがとうございます。はい、天気の質問コーナー以上です。はい、天気の質問コーナーはこれにて最終回とさせていただきます。今までありがとうございました。ありがとうございましたけど、よくよく考えたら一気に入れるから混合なるわまあいいよね。まあいいんじゃない、いいんじゃない、はい、はいはい、ということで、茹で上がったお湯が沸騰しましたので、はい、で、一気に入れていかないといけないんです、都合上。はい、ちょっとこれも両方ともここでガッチャンコします。はい、入れちゃいましょう。はい、これをよし。あ、でもなんかいい感じだね。うん、なんかマッチしてるわね、わかんないね、うん、よし、じゃあこれをはいドバッと、湯切りがないからね。湯切りがね、そう、ないんだよね。うん、入れちゃいます。ぶっ込んじゃいます。はい、何分ですか。わかんないです。5分でいきましょう。5分ぐらいやって、ちょっと様子見て。はい、あ、プさん、あのね、ちょっと鍋の様子見てほしいんだけど、はい、うん、ベラボーに膨らんでるうどんぐらいありますてかね、うどんなんか比じゃないぐらい膨らんでる、これ。うどん、太めのうどんぐらいあるな。そうだね、地方とかで食えるうん、伊勢うどんみたいだな。そうそう、そういうノリのえ、なんとね、うん、こんなこともあろうかと。そうそうそうなんだあります。まあなんで、はい、うん、ちょっとスタッフさんにこれ振る舞うわけにいかないのでちゃんとしたラーメンも一応ご用意しておりますということで。麺の太さが全然違う、ね、これやばいね、こんなデカなの麺って。そうなの。え、あ、そうなの、そうなの、本当に。さあ、ということでグーッとなりましたので、ね、1本食べてみたら揺らってるから。確かに、ちょっと待てよ、ちょっと食うか。え、どうですか。あ、いけてる。あ、いける、うん、おー、うん、ボリュームがすごい、すごいね、これ、あー、あー、大丈夫、あー、どうしたらいいんだこれ一体。これじゃあ鍋を流し持ってって、うん、うん、これこの後まだ茹でるよ。あ、そう、あ、そうだよね、持ってる。これで一旦こうでしょ、来た、で大検討する研究持ちなよして、大検討する研究、おー、上がりました。サンキュー、よし、できました、できました。おー、ラーメン屋ですね。よしよしよし、はい、オッケー、オッケー。さて、じゃあ盛り付けていきますか。盛り付けしましょう。じゃあまずは器、おしゃれだね。うん、これスープよりも先に麺からかな、多分これ場合は。はい、持っちゃいましょう。うん、もちもちです。もち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 、ドゥルドゥルの麺です、これ美味しそうではあるけどね。ねえ、同じぐらい量入れますか。はいはいはい、はい、こんな感じです。で、ここから、はい、最後スープかな。いや、違うか、スープ入れて、スープ入れての方がいいかな。オッケー、スープこれすごいね。ね、めっちゃ、このほら見て、このスープ、すごいね、え、美味しそうなスープ入ってますわ。これにスープを入れていくと、めちゃ美味しそうよ。ちょっとこんなもんでいいかな。はい、こっちも、はい、スープを入れて、きゃー、はい、これこうかな、はい、チャーシューって。あ、いいね、広げてこうして、わー、綺麗。俺の多分これこうだな。おー、よいしょ。で、めっちゃ綺麗よ。で、卵をこれ半分切ってから入れる。切るか。よし、どうだ、茹で加減は。お、あ、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、まあ、いい、半熟ではないけど、おい、そう、あ、優秀的に何があるか分かりませんから、うん、そうですね、そう、よし、いいじゃん。で、これを少し、おい、いい、これを少しこう乗せて、彩りに、わ、いいじゃん。で、メンマを最後に入れたら終わりです。あ、素敵。ちょっと、え、これ本当にちゃんとうまくできたね。ねえ化け物できたらどうしようかと思ってたけど、うん、よし、よし、うわ、メンマ大好き。よし、メンマどのぐらい入れる。これぐらい入れよう。オッケー、うん、はい、はい、はい、
本当に悪いこれで。あ、ズワイガニ入れる？ズワイガニは解凍してません。え、解凍したっけ？ズワイガニ解凍したかな？あ、してるわ。あ、じゃあズワイガニを最後に入れてドンと乗せて。でも結構エビ味噌ラーメンとかあるからね。そうだね。そうそうそう。結構うまくできたな、本当に。あ、めっちゃ完成できた。さて、はい、じゃあ食べていきますか、せっかくなんでね。こちらラーメンでございます。はい、味噌ラーメン結構綺麗にできましたよ、これ。綺麗な味噌ラーメンです。はい、本当にうまそうだな。ね、きた。いただきます。いただきます。よっしゃ、じゃあいただきます。どう？うん、おー、うん、おいしい、うん、おいしい。上は本当にラーメンだ。わ、マジで？うん、なんかね、うどんの入ってるラーメンだ、これ。マジか。うん、おいしい。味の濃さとかもいい感じですか？あ、これちょうどいいかも、俺は。あ、ちょうどいい、ごぼう、うん、え、大成功じゃん。え、ほんと美味しいね、これね。ちょっと俺もいただきます。麺がすごい独特だけど、うん、まあ、あるってあるね、こういう麺ね。いただきます。美味しい。美味しいね。美味しい。ちゃんと美味しい、これ。え、美味しい、しっかりと。ね、ちゃんとラーメンだし、ちゃんと美味しい。やっぱ麺、見た目うどんかなみたいな思ったけど、うん、ちゃんと生地入れてるし、うん、味は本当にラーメンだ。やっぱ生地が割合大事なんだな。うねー、めちゃめちゃちょうどいい。あ、好きな味してんな。うん、うん、美味しい。美味しいね。うん、ペッパーつけてみます。味変でね。うん、美味しいですね。やっぱ尋常なく麺すぐ切れない。しっかりしてる。あの、多分寝かす時間がなんかの少なかったんだろうね。うん、もしもしてるわけじゃないけど、うん、なんか普通の麺とは違うね。うん、でも味は全然美味しいよ。そう、うまいね。うん、寝かす時間とか大事なんだ。緊張してんだな、やっぱラーメン屋さんってな。ね、こちら豆板醤追加で。豆板醤追加で、やっぱ味噌ラーメンと豆板醤が合うからね。ね、うん、改めて思ったのが、あ、このラーメンを店行ったら600円とか700円で食えちゃう。すごいよね、そう考えたら。うん、これなんやかんやでもう結局、うん、1時間ぐらい使って作ってるから。そう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 、材料費なしで時給800円だもんね、だから。うん、やばいわ、ラーメン屋さんって。それを何回も作ってるって考えたら、うん、ありがたいでしょうね、本当に。そうですよ。うん、さん、替え玉？替え玉来ました、うん、いいんですか？いいんですか、これ食えるかな、とか。よしよし、こっちの全然ちげえなあ、これがプロの味か。おいしそう。プサ用の替え玉があるので、ありがとうございます。いただきますね。うん、バカうめえわちなみにどっちの方があります？うん、いや、もうね、こっちの方が余裕があるそうか、そりゃそうか。あの、スープの絡み方が全然違うこっちも麺の味が主張がすごいある。うん、めっちゃ腹パンボリューミーだよね、うん、これが。スープ飲んだ完食です。寒天気、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。味噌ラーメンでした。味噌ラーメンでしたはい、ということでね、はい、さん、どうだった、はい、美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。あー、マジ美味しかったね。いや、美味しかったです。とっても。なんか、思ってたより良かったと思うよ。うん、うん、なんかもうちょっとね、なんか優しめの味になるかなと思ったけど、そうそう、結構ガツンと味噌ラーメンだったね。そうね、なんか調味料がしっかりしてたし、うん、ね、麺がパンチがあったんでね、ガッツリ。ね、ね、食べられましたと。はい。いうことでございます。はい、ということでね、次回は、はい、ピザ。ピザ。これに挑戦していきましょう、うん、ピザ、ピザだよね、やっていきましょう。はい、ピザを次回は焼いていきたいと思います。はい、お願いいたします。ということで、はい、
キキとゴリラでした。バイバイ。はい、ふさんデザートの時間です。はい、こちらパイナップルでおなじみプルル、パイプルルじゃない、パイナップル何言ってんだ。これね、パイル非常に硬くてね、そうですよね、硬いですよね、パイナップルですけれども、なんとこれね、俺見たんですよ、TikTok で、素手で食う方がって。え、そう、知ってる、見たことある、ない、ないか、あれなんかね、でもそれっぽいな、出てきたけど、それかな、多分そうかな、多分なんかね、こいつはね、なんかこうゴンゴンってやって、うーんってやるとね、来るらしいんですよ。よし、手で取れるっていう。はい、でこれね、今先ほどね、スタッフさんに正しい手順を調べてもらったんで、はい、じゃあプッさんちょっと音読しながら俺それちょっと試していくんで、はい、わかりました。TikTok のやつが本当なのかどうか検証していきます。はい、ボンジョンビジュバリボリボリボリTikTok のな、普通のパイナップルが滑るための方法は、はい、まず、ヘタを取る、ひねると簡単に取れるよ。え、これ、うん、これ取れんの、うん、ひねると簡単に取れる。あ、ほんとだ、ほんとだ、え、全これ子供でもできるわ。お、すげえ。うん、そして次、はい、縦にして回しながら地面に強めに叩きつけるどういうこと叩きつける、これ、ちょ、これやっていい、これまあ大丈夫だよね、さすがにね、はい、こういう感じかな。そう、回しながら、縦か、縦か、回しながら、そういうことだね。はい、それで横にして、はい、回転させる、はい、お尻地面に押しながら回転させると、はい、はい、しました。で、やったら最後もう一度さっきの、縦にして回しながら強めに叩きつけるのじゃ。え、これでできる？どうなんだろう。え、これで最後にトゲを引っ張るとでき、食べれるって、取れるって書いてあるけど、え、トゲを、これを、そう、引っ張ると、ああ叩きつきが足りなかったかな。強めにって書いてあるからね。ちょっと地面でやってきます。地面でやっちゃい、地面に、お、強めにやってるよ、強めにやってるいつもより強めにやってるよ、強めにやってるすごい、よし、どっかの民族の方地面でパイナップルどうだ、行くぞ。え、トゲだよな。そう、トゲって、トゲって何、できないよ。ちょっとさ、動画見ない、これ、これもしかして食えないってやつか。やっぱりスナックパインじゃないとできないってやつなのか。スナックパインじゃないとできませんおまけは以上です検証してみました。はい。